ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は、新型 iPhone の中でも、こちら、iPhone XS Max のみに搭載されている、拡大表示機能をご紹介したいと思います。現在は、通常の表示モードにしていて、この上のノッチ部分に注目していただきたいんですが、木星のような星の円弧が綺麗に表示されているかと思います。拡大表示にすると、この部分が少し変わってきますので、後ほどご紹介したいと思います。拡大表示を有効にするには、まず設定アプリを立ち上げます。そして、この中の画面表示と明るさ。下の方にある拡大表示。この表示っていうところをタップします。そうすると、画面表示の拡大というところで、現在の標準設定から拡大をタップすると、このように少しアイコンのサイズが大きくなる拡大表示モードに切り替わります。もう一度変更すると、まずこちらが標準。こちらが拡大。アイコンのサイズと文字が少し変わっているのがわかるかと思います。この拡大を青くした状態で、設定をタップします。そして下の方に出てくる拡大を使用をタップします。そうすると拡大表示モードに切り替わります。あとはホームボタンに戻るとこのようになっています。あまり違いはわからないかもしれませんが、最初にご紹介したこのノッチ部分。最初の状態ですと、木星のような星の円弧が綺麗に表示されていたんですが、拡大されたことによって、この円弧部分がノッチで欠けてしまうようなデザインになります。一見するとあまり変わってないように思うかもしれませんが、文字サイズが全体的に大きくなって、かなり見やすくなります。もし iPhone XS Max を購入して、文字をもっと見やすくしたいとお考えの方は、今回ご紹介した拡大表示を試してみるのもいいかと思います。ということで、今回は新型の iPhone の中でも iPhone XS Max だけに搭載されている拡大表示についてご紹介しました。現時点ではまだ発売されていませんが、iPhone XR が今後発売される予定です。噂では iPhone XR についてもこの拡大表示ができるのではと言われています。特にご年配の方で文字が小さいと見づらいという方の場合は、iPhone XS Max が今後発売予定の iPhone XR などを購入するのがいいかと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。